はいどうも、お魚大好き、お魚さんです。本日もよろしくお願いします。皆さん、サメ怖いですか？僕はサメより人間の方が怖い。というわけで今日は、数ある映画や物語の中で非常に危険な存在として扱われ、昨今でもなかなかそのイメージが払拭できていないサメの本当の危険度について学んでいきましょう。それでは、海の世界へ、ゴー！サメの危険度について。サメといえば危険なイメージを持っている方も少なくないのではないでしょうか。映画ジョーズのモデルとなったホホジロザメ、たびたび海水浴場で人を襲うハンマーヘッドシャーク、何彼構わず獲物を襲うイタチザメ、名前を挙げればキリがないほど人食いザメの噂は出回っています。そして例年海水浴場でサメが出たとニュースで大騒ぎするたびに、うわ、危険生物だとモンスターが現れたかのようにもてはやしますよね。そんな影響もあり、サメといえば人間をも襲う超危険生物だと思っていませんか？もう最初にはっきり言ってしまうと、全然そんなことはないんです。実はサメというのは非常に警戒心の強い生き物なのです。日常で生きたサメに近づくことは非常に困難で、万が一遭遇してもこちらが何もしなければ自然に去っていくのが普通です。このお魚さんも過去にダイビング中にサメに出くわしたとき、何も刺激を与えなければサメが勝手に逃げていったという経験を数回体験しているので、この情報は間違いないと思います。では、なぜお魚さんがわざわざサメを題材に動画を作ったのか。それは、まさに、サメがかわいそうだからです。そうです。サメ、かわいそうなんです。例えば、皆さんが大好きな犬、お魚さんもワンちゃん大好きです。しかし、このワンちゃんとサメ、年間でどちらが多く人を殺しているかというと、圧倒的に犬なんですよね。犬による年間の死亡者数は約6万人です。では、その他様々な死亡例と比較してみましょう。例えば、自然災害の竜巻。アメリカではハリケーンと呼ばれ、時折ニュースを騒がせますよね。そんな竜巻とサメ、年間でどちらの方が多く人を殺しているかというと、こちらも竜巻の方が多いんです。ちなみに自然災害での死亡者数は、竜巻の場合、年間約60から80人。火山の場合、年間約850人。雷の場合、年間約1万人。どれもサメによる死亡者数よりも圧倒的に多いです。まだまだいきますよ。飛行機 VS サメ。飛行機の方が多い。カバ VS サメ。カバの方が多い。シカ VS サメ。シカの方が多い。クラゲ VS サメ。クラゲ。トホホホって感じですよね。では、気になるサメによる死亡者数は年間どれくらいなのでしょうか？それは、年間約5人。5人ですよ。世界ですよ。この数字を見ると、サメの本当の危険度が少し分かってきますよね。ちなみに、年間のサメの被害よりも死亡者数を出しているものをもっと挙げると、お風呂場、つらら、アリ、アメフト、ホットドッグ、ホットドッグといったように、サメによる被害で人が亡くなっているケースは非常に少ないことが分かりましたね。では、なぜサメには怖いという印象がついているのでしょうか。それは、大ヒット映画、ジョーズをはじめとする様々な映画やメディアなどの影響が大きいでしょう。多くのサメが登場する作品では、わざわざサメが人がごった返す海水浴場に乗り込み、人を襲ったり、サメ退治に来た人間と戦ったり、といったシーンが見られますよね。はっきり言います。実際はそんなこと、ありえません。水中カメラマンがサメの撮影のために潜水しても、なかなかサメのはっきりとした姿は撮らせてくれないほど、サメというのは警戒心が強く、臆病な生き物なんですね。だからといって、絶対に安全というわけではありませんが、本来サメというのは非常に愛くるしい生き物なので、少しずつそれを伝えていけたらいいなと思っております。まあ実際海でサメに出くわしたときは僕も凍りつくんですけどね。というわけで今回はこんな感じなのですが、
サメよりも多い死因は他にも、たまたま落ちてきたつららが突き刺さって死亡するケースや、自動販売機の転倒により死亡するケースなどもあるそうです。そしてサメについては、まだまだ面白い情報がたくさんありますので、また動画にして皆さんに伝えていきますね。このチャンネルでは海にまつわる不思議な生き物や出来事をどんどんご紹介していきますので、皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント等もよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。本日もご視聴ありがとうございました。またね。